久しぶり。え、ミココ?あ、よかった。返事来た。久しぶり。ブロックするの忘れてた。ひどい。何かよ。私、まさきと結婚することになったの。へえ、おめでとう。結婚式もね、まさきが気前よく400万円出してくれたんだよ。よかったね。まあ、鼻薄いな。用事はそれだけ?私忙しいんだけど。待って待って、お願いがあるの。何?再来週の結婚式で友人スピーチお願いできない?は?てか再来週?ずいぶん急だね。なんかさ、結婚式の招待状を友達に出したらほとんど欠席の返事が来てね。あ、友果にも送ったんだけど、住所不明で返送されてきちゃったよ。多分2回引っ越してるせいかな。そうなの?だったら教えてよ、もう。まあいいや。というわけで、友人スピーチお願いね。お断りします。え、困るよ。他にいないのに。てか今更友人って何?美香子とはまさき取られた時点で友達辞めたんだけど。あれからもう3年だよ。トモカってだ、意外と執念深いのね。怖っ。そんなんじゃ未だに独身なんだろうね。かわいそう。あんたたちの存在に興味ないだけ。うっそだ。本当は興味津々でしょ。いや、全然。だったら友人スピーチしてよ。だからメリー。なんで?そんなに意固地にならなくてもいいじゃん。結論から言うと、物理的に無理なの。物理的?その頃には海外にいるから。え?旅行?留学?旦那の海外赴任についていくの。え?トモカ結婚してたの?うん、先月入籍した。聞いてないよ。結婚式にも呼ばれてない。結婚式はこれから。赴任先のイギリスで身内だけ招待する予定。相手は誰?和弘だよ。え、和弘って外資系の会社勤めてて稼ぎのいいあのイケメンの和弘?うん、そう。ずるい。何が?もともとは私が和弘になってたのに、なんで友果と結婚してんのよ。今和弘に聞いたんだけど、私とまさきが付き合ってた頃、和弘に交際を迫ってたんだって。本当は和弘が本命だったの。でもなかなか振り向いてくれないから、羽振りがいいまさきで手を打ったのに。よりにもよって、なんで友果なのよ。それは初耳だわ。あ、そっか、取り替えればいいじゃん。何を?和弘とまさき。は?よく考えたらさ、まさきは友果の方がお似合いだと思うんだ。で、和弘の海外赴任には私がついてくの。ね、これで解決。ところで、まさきと美香子500万円の借金があるみたいだけど、返せる目処ついたの?え?実は先週まさきがお金の無心に来たんだよ。和弘との結婚を誰かに聞いたみたいで、元カノなら俺に貸す義務があるとか言われてね。もちろん断ったけど。借金?え、まさか知らないの ?500 万のうち400万は美香子の名前で借りたって言ってたけど。知らない。ちょっとまさきに確認する。確認した。結婚式の400万借金したんだって。私の名前で借金したのも本当だった。どうしよう。なんで?もう入籍しちゃったのに。悪いんだけど、もうすぐ登場するから。え?今空港。これから和弘とイギリスに立つの。え、ちょっと。そろそろスマホの電源落とすから、これで失礼するね。ちゃんとまさきと話し合いなよ。待ってよ。お願い、マジでまさきと和弘取り替えて。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。